正門フロアの様子日本自動車博物館は、石川県小松市に津なし町にある自動車をテーマとした博物館。1978年11月、富山県小矢部市に、セメント販売業、石黒産業社長の前田昭造が、個人収集した自動車をもとに、自社の旧車屋を利用して開設。当初の建物が、国道8号沿いの立地で、 道路拡幅に伴い立ち退きを強いられたことを機に、1995年6月に、加賀温泉郷を周囲に抱える石川県の現在地に移転した。これは、自動車愛好家の来訪だけに頼らず、温泉地を訪れる観光客も広く招き入れて、博物館の安定した存続を図ろうという、運営上の意図も含んだ移転であった。前田は若くして、家業を継いで、 経営拡大を進め、建設業や、プロパンガス販売など広範なビジネスを手掛けた、北陸地方有数の実業家で、自動車愛好家でもあったが、高度成長社会の中で、トラックに代表される実用車が使い潰されていく、風潮を良しとせず、それら実用車の収集に取り組むようになった。自動車博物館の開設とコレクション拡充にも、反省をかけ、 死去直前の2004年には、スバル360主任設計者のモモセ進6、初代トヨタカローラ開発主査の長谷川達夫らと並んで、日本自動車伝道に列せられた。原本館は、赤レンガ造り風の3階建てで、延べ床面積11,550平方メートル。館内は、メーカー、種類などに分けて展示されているほか、レストラン、ミュージアムショップが、館内に併設されている。 また、館内には、世界のトイレとして、各国の便器が設置されている。1995年の移転の際に設置され、1階から3階の各フロアに、アメリカやヨーロッパ、アジアではベトナムなど15カ国の便器を設置し、実際に使用できる。2018年時点では、これら15カ国の便器は、総計56個ある。500台を展示する名車とともに、 様々な色、デザインの便器が撮影されてインスタグラムなどで SNS で発信されインターネット上で注目を集めている。1901年から平成初年代までの国内外の車約500台の自動車が常設展示されバックヤードにも約200台前後保存されている。そのほとんどがエンジンのかかる状態で保存されている。著名な高級車や スポーツカーにとどまらず、日本ではこの博物館でしか見られない極めて希少な外国車や通常、積極的保存の対象とされ、憎い日本製の古い商用車なども多数展示されているのが特徴である。創立者の前田昭蔵が商用車の収集をも重視し、また中華人民共和国要人にもコネクションを持っていたことが背景にある。収蔵台数の充実度や、 広範さという点においては、日本の自動車博物館の中でも最高レベルといえ、収蔵者のコンディションはいずれも外して良好である。実動可能な車両も多く、繁雑期には駐車場にて、クラシックカーの体験乗車なども行われる。ただし、収蔵台数が極端に多いため、フロア面積確保に努めてはいるものの、館内に展示車が、 ぎっしりと詰め込まれた状態で、個々の展示車両を多面的に観察するゆとりには、乏しい。各社は生産国と製造年を示す、ナンバープレート風間板を装着されているが、一部に誤りが見受けられ、また、展示車両の傍らに建てられた案内札には、事実と相違する誤った内容や、出店不明の弱的記述などが散見されるため、 見学時の参考資料としては注意を要する。以下は収蔵者の一部であるが、これらの他にも、この博物館にしか現存が確認されていないほどの貴重な自動車が多数所蔵されている。また、創立者の前田昭蔵が生前に自ら所有し、運転したローバー P5 やルノーサ・フランなども本館に収蔵されている。収蔵者以外にも機械を捉え、 個人所蔵の希少者を借用しての特別展も実施している。収蔵する車種の広範さや、北陸自動車道、国道に近い立地の良さもあって、特定車種の自動車愛好家によるミーティングイベント会場に利用される機会も多い。稼働可能な椅子図製ボンネットバスの乗車体験を再考したり、ありふれた量産セダンの松田カペラを、石川県の伝統工芸技術、 金箔張りの技術で、車体全体金箔張りにして展示するなど、親子連れや観光客にも、関心を喚起する港南の取り組みがなされている。富山県西都並郡水島村役場などとして、使われた、明治中期の西洋館が、明治記念館として、敷地内に移築されている。内部は、公開日以外は、非公開。所在地石川県小松市につ市町一館山四十番地車。 公共交通、ありがとうございます。